えー、こんにちは染瀬直人です、えー、今年も XR 会議において、えー、主に2023年にローンチされた、えー、VR カメラを中心に、えー、その概要や特徴を整理してお伝えしていきたいと思います。えー、本日のアジェンダは以下のとおりです、えー。それでは、えー、コンシューマー向け VR カメラということで、えー、まずはじめに神田オクーカム3についてお話をしていきます。 カンダオはインスタ360同様、中国・深圳の VR カメラメーカーで、コンシューマー向けからプロ向け、ハイエンド、会議用まで、さまざまな VR カメラをリリースしています。こちらは、今年の7月に私が主催している勉強会の VR 未来塾で、CEO のダン・チャンさんらを招いて特集を開催した時の模様です。 クーカム3の主な特徴なんですけれども、こちらに表してありますが、360度の動画、こちらが 5.7K、360度の静止画、これが62メガピクセル、つまり 11K というスペックになっています。大きな特徴として、F1.6 の大口径レンズ、それから 画素ピッチが、ね、2マイクロメートル1.55分の1インチの大型イメージセンサーですね、比較的大型なイメージセンサーをそれぞれ2機搭載していますので、光学性能が向上していると言えるかと思います。こちらの競合機との比較の画像ですけれども、これはメーカーが提供した素材ですが。 一番左側、クーカム3ですね。えー、クーカム3の,の下の方に100%という表示があ,あると思います。これ、光の取り込みの量をですね、クーカム3が100%であるとすると、えー、その右ドラリーのインスタ 360X3、こちらが52%、そして、えー、インスタ 360RS1 インチ、えー、こちらが103%という計算になります。えーつまり c o カ c o m 3は1インチに比べますとセンサーのサイズは若干、えー、小さいんですけれども、えー、レンズの F 値が明るいので、えー、レンズとセンサーのコンビネーションで、えー、1インチとですね、えー、同等の光の取り込み量が可能になっているということが言えると思います、えー、こちらはあ今の画像を拡大したものですが、えー、RS1 インチがインチ こちらですねそして、えー、次は X3、えー。最後の比較が空間カ3ということで、えーまあ、の流浄感、えー、ノイズなどもですねこちらの比較から読み取れるのではないかと思います。えー、ちなみに今あ引き合いに出しました集合能力、えー、その根拠となる計算式はこちらのとおりです、はいえー。そしてその他、空間カ3の特徴ですけれども、 クーカム 8K では内蔵バッテリーだったんですけれども、今回のクーカム3では、リムーバルバッテリー、交換式のバッテリーが採用されています。そして、マイクが4つついておりまして、空間音声に対応しているということになっています。それから、防水防塵性能が i p 6 8ということで、ハウジングなしで10メートル防水という機能になっています。 アクションカメラ的なです、ね、傾向が強いカメラということが言えると思います。こちらが開封したセットを開封したときの写真ですが、通常版がです、ね、日本円で5万4780円ということになっていると思います。アクセサリーのラインナップとしても、アクションカメラ的なマウントが用意されています。一番右側のチャージングケースですね、これバッテリーをチャージできるケースですが、 こちらはですね、まもなく登場すると、まもなく発売になるという予定です。自転車撮影キットの内容物としてはこのようなアクセサリーが同梱されます。私が自転車にですね、これ装着してみた時の写真ですね。 そして、交換式のバッテリーが 1600mAh ということになっています。1.9インチ LCD タッチスクリーンがついておりまして、こちらから画像を確認したり、撮影設定、カメラコントロールが可能になっています。フーカ c a m 3用のです、ね、アプリも用意されてますので、スマホからリモートでコントロールすることも可能です。 ISO とかシャッタースピードなどのパラメータもです、ね、以前よりもです、ね、細かくなっていまして、このあたりは非常に好ましいと思います。また静止画は、ね、JPEG のほか DNG、ローの撮影が可能です。その他の機能として、タイムラプス、インターバル、DNG8 などの機能も利用することが可能です。 それから PC、Mac 用のアプリとして空間スタジオ2.0というものが用意されています。こちらがそのインターフェースです。それでは実際に私が撮影した作例動画をちょっとご覧いただきたいんですが、こちらの 5.7K30fps の作例動画ですね。次が 4K の 60fps。こちらの動画です。 これらは正置きで撮影をしたんですけれども、じゃ移動撮影の場合どうかといいますと、えー、クーカムシリーズにはですね、スーパースティディという強力なテーブル補正がついてますけれども、えー、このクーカム3にももちろん搭載されていまして、えー、左側がオフの状態、右側オンの状態で比較をしています。えー、手持ちの、えー、自撮り棒のようなもので撮影をしているんですが、えー 上下の手ブレもか、ね、かなり低減されていいるることが分かるとが思いますでそれから、えー、IP68 の防水防塵性能があるということで、えー、この海沿いのです、ね、こう水飛沫が飛び交うような場面で撮影をしてみましたけれども、えーまあ、そもそも10メートルハウジングなしでも、えー、海中でも撮影ができるということで、えーまあ、これぐらいの水しぶきでしたら全く問題ないと。 ということになりますク、えーカム 8K などでは以前はそのインターバル撮影をしてそれをプレミアプロ等のポストプロ編集のソフトに読み込んでそこで動画化をしてタイムラプス化をするというプロセスが必要だったんですがク、えーカム3ではこのクーカムの環境の中でタイムラプスが生成できるということになっていますそれから静止画の作例ですね 静止画は先ほど言いましたように62メガピクセル、1 11万 1136×5568 ピクセルということで 11K、こちらで低照度化の撮影をしました。VUCAM3 は、ね、DNG の撮影もできるんですけれども、この先ほどのは JPEG 取りっぱなし、DNG も撮影できるんですが、 この今表示している作例では DNG8 というモードを使いまして DNG をですね8枚連写をしてそれをロープラスという神田尾の PC アプリで合成してマージをしてそれを Adobe Photoshop、Lightroom あるいはカメラロート の現像処理をするとつまり画像処理の耐性の高いローデータに仕立てて、そして現像処理をした後、JPEG に書き出して、クーカムスタジオでステッチをしたというフローを経た画像になります。そのことによって、非常に幅の広いダイナミックレンジを活用して、ハイライト、そしてシャドウのディティールの再現をすることができるというモードですね。 以上、クーカム3のご紹介をしたんですけれども、えーと、実はですね、このクーカム3の上位機種のクーカム3ウルトラというものが近々ローンチされる予定です。えー、年明けになるかもしれませんけれども、えー、こちらが主なスペック、アナウンスされているスペックですが、主な特徴を挙げてみますと、解像度動画が 8K で静止画が96メガピクセルということですから、14K ということで、クーカム3よりかなり えー、高解像度な、えー、スペックになっています。そして、えー、インカメラリアルタイムステッチということで、カメラ内のリアルタイムステッチが可能になっています。バッテリーの容量はですね 2400mAh ということで、えー、かなり大容量になっています。GPS も内蔵です。また、防水防塵性能が IP68 ですから、えー、アクションカム的な性質を持ちながら 8K、えー 超高解像度の撮影が可能であるというモデルになっていますので、非常に楽しみなこれはカメラではないかなというふうに思っています。次に、ラブパノのパノックス v 2というカメラについてお話をします。こちらもシンセンの会社ですね、ラブパノというブランドになります。価格が、ね、399ドルということですが、 Vlog カメラというふうに謳われてますけれども、えー、防水の使用ではありませんので、まあ、特段アクションカムという位置づけにはされてないのかなというふうに思われます。えー、こちらにスペックを表しています。えー、このカメラはですね、競合機の、えー、いいところをですね、掛け合わせたような、えー、商品開発の思想になっているのかなというふうに思います。えー、主な特徴をこちらに挙げてみました。 5.7K30fps の360度ビデオ、競合機と同じ程度のサイズだと思いますけれども、8K のタイムラプスビデオ、こちらも後で詳しくお話をします。それから写真のサイズが72メガピクセル、12K ということで、これはクーカム3などよりも若干上回ったサイズになっております。イメージセンサーが二分の1インチということですから、 これはインスタ 360X3 よりも3と同等ですね。3.0インチの大型のタッチスクリーン。これは非常に大きめのサイズになっていますので、そのスマホを操作するような感覚で画面を確認したり、カメラの設定を行うことができるかと思います。4K の 30fps のライブストリーミングをサポートしています。 アンドロイド OS を搭載していまして、このカメラ、GPS を内蔵していますから、Google ストリートビュー、こちらですね、ファイルを直接アップロードして利用することが可能になっています。特徴についてですね、改めて確認していきたいと思いますけれども、動画が 5.7K の360度のビデオであるとこういうこと。 えー、そして、えー、HDR の機能、これはですね、動画用のアクティブ HDR というものは、えー、今開発中で、えー、後日アップデートで対応するということになっているようです。えー、静止画の方の HDR はすでに対応,中対応されています。それから 8K のタイムラプスですけれども、これも現在 5.7K までが利用可能になっています。えー、8K にはですね、えー、後日アップデートで対応するそうです。 それから、えー、動画ですけどももちろん、えー、手ブレ補正ですね、トーレル補正機能が実装されています。精、え、神、ー、画のサイズ72メガピクセルということで 12K、えー、具体的にはですね、11968×5984 ということで、 えー、クーカム3などはですね、62メガピクセル、1、え、万、ー、1136×5568 ピクセルですから、えー、それよりも大きなサイズになっているということですね。そしてイメージセンサーがー1 2分の1インチであるというところと、 360度のライブストリーミング、4K30fps に対応していると、YouTube 等への VR ライブ配信に対応している、サポートしているということになります。で、これ、筐体の,です、ね、あの側面にハイネスコが設けられていますけれども、長時間のライブ、VR ライブ配信の際ですね、内蔵ファンが作動するようになっているということです。 それから Vlog モードではですね、AI 自動追跡、オートトラッキングが可能になっています。また、Android OS を実装しておりまして、その Android OS をベースにしているので、エンジニアとかですね、開発者、ソフトウェアの開発者の利用が多くてですね、 えー、そのカメラを自,自社開発することにです、ね、適しているということが言えると思います。それから大きな特徴の一つに、この3.0インチの大型のタッチスクリーンが搭載されていますので、スマホ感覚で,です、ね、このカメラ単体で操作がしやすいということがメリットだというふうに思います。 えー、Wi-Fi のホットスポットをオンにすることで、えー、スマホのアプリからのリモートコントロールも可能になります。えー、また、スマホアプリで、えー、簡易的な編集を行う際にです、ね、キーフレームを利用した、えー、編集を行うこともできますし、えー、直感的に、えー、この360度のリソースを使って、 リフレームを行うと、そして通常の動画として書き出していくというような利用の仕方も可能になっています。また、Android OS を搭載しているために、カメラ内でステッチすることが可能です。これはリアルタイムステッチではないんですけれども、ファイルを指定して、ステッチのボタンを押してあげることで、カメラ内でステッチが実行されます。 さらにです、ね、GPS が内蔵されていますので、Google ストリートビューとの親和性がいいということで、このカメラ単体からです、ね、ファイルをダイレクトにアップロードすることができると。でこれは私が実際に Google ストリートビューにアップした画像ということになりますけれども、次にこれを私が撮影しました12系の静止画の作例になります。 画質がなかなかいいというふうに思っています。こちらも 12K の静止画ですけれども、軌道差がある場合ですね、HDR 撮影を行うことで、ハイライトやシャドウのディティールも表現することができるということです。これは 5.7K30fps の動画ですね。 移動撮影、スタビライズ性能も試してみました。自撮り棒を使って歩きながら撮影している状態です。でタイムラプスは先ほど申し上げましたとり、今のところ 5.7K までということになっています。PNOXV2、はい、はですね、あのー 昨年、パイロットパノというモデルが出てたんですけれども、それのまあ後継機というか、えー、アップデートされたような、えー、カメラでですね、えー、何が違うかと言いますと、今回のパノックス V2 は、静止画のサイズが 12K というふうに、えー、大幅に、えー、解像度が上がっています。それから画質が向上してますね、光学系が見直されてますので。えー、また 重さもです、ね、軽くなって、携帯性が良くなっているということと、イメージセンサーが2.3分の1から2分の1のイメージセンサーに変更になっています。また4、ね、4ギガのラムがです、ね、だったものが、今回は6ギガのラムを搭載しているということで、よりスムーズに動作することが可能になったと。 あと価格も少しいいお求めやすい値段になったということで,で、日本の技的も所得されているということです。で次に比較作例動画ということで、えー、並べて、えー、比較のために撮影をしてみました。クーカム3、パノックス V2、それからインサ 360X3、インサ 3601RS11360 360エディション。 えー、こちらをですね4台並べて比較のために撮影をしたものになります。えー、これはですね同じ動画を500%にアップスケールして比較をしてみたものです。ク、えーカム3やパノックス V2 など新しいカメラもですね、えー、検討しているのではないかなというふうに思います。 でこちらはですね、静止画ですね、静止画の比較の画像で、えー、最大解像度が同じ程度のものを比較しています。やはり新しいカメラね、画質面、解像感や色味などを検討しているのではないかなというふうに思います。はいえー、次は 1803D VR180180 カメラです v r 度の 3D の VR カメラですけれどもこちらは2018年から19年ごろにさまざまな機種が登場していたんですけれども最近また再びですねこの中国製のメーカーを中心として えー、ライブ配信向けの VR180 のカメラが続々と登場しているということがあります。その背景には、ピ、え、コ、ー、のです、ねえー、VR ライブ配信、えー、TikTok のバイトダンスに賠償されましたけれども、そのピコの、えー、VR ライブ配信のームーブメントや、えー、来年、えー、発売が予定されています、Apple Vision Pro。 これの登場による 3D コンテンツのニーズの拡大、これらがですね、要因となっているのではないかなというふうに思います。それでは、神田 VR カムからご紹介していきたいと思います。こちらのカメラは、ご覧のとおり、フィッシャーレンズが並列のレイアウトで、8K3D の VR180 のライブストリーミングが可能なカメラということになっています。 主なスペックはこちらにある通りですけれども特徴的なのはマイクロフォーザースのイメージセンサーを使っているというところですね IPD が 65mm ユニークなのはですねレンズ交換が可能になっているというところでデフォルトではローアの 4mmF2.8 のフィッシュアイがセットされていましたこちら、作例ですけれども ITD65mm、移、まあ、IT 動交換距離 65mm というところの自然な視差というのも特徴ですし、マイクロフォーサーズを使用しているというところで、ダイナミックレンジが広く取れるというところですかね。まあ、私のの印象としてはその肌身、肌の色味等がです、ね、非常に自然で、えー 綺麗でであるなといいううふうに思いました肌の発色ですねそれから実際にですねライブ配信を行う際にはカンダウストリームというカンダウのライブ配信用の PC 用のソフトを使うということになりますで価格はですねちなみに約4000ドルということで日本ですとみともさんあるいはジュエさん などがですね扱われていると。カメラと PC のセットで利用するということになりますけれども、そちらの会社が扱っております。ね、具体的に見ていきますと、この示唆をコントロールできるんですね、このソフトウェア。収束、あのコンバージェンスを補正できますので、まあ、近距離の被写体でも、ですねこの示唆の調整が可能だと。 いいうこととが言えると思いますそれから、ライブ配信と同時にアーカイブを記録するということが可能になっています。また、レンズ補正ですね、パープルフリンジとか、周辺光量の補正なども行うことができるということですね。そして、RTMP、RTMPS、SRT、SDI 等のです、ね、各種プロトコルに対応していると こういうところと、SDK によるカスタマイズ、開発用の SDK が提供されるということで、サードパーティー製のソフトウェアにカメラを対応させることができるということになっています。で、こちらの画像はですね、メーカーからの資料ですけれども、GH5 と h ン n d v r カムを比較した画像になります。 300%に拡大した、これ中心部の画像ですね。そして周辺部の改造感を比較したものになります。次の画像はフリンジの低減のアルゴリズムの有無を比較したものですね。左側がオフ、右側がオンの状態です。周辺部ですね。レンズ こういうのですねこのパープルフリンジなどもですね、えー、このフリンジ低減の補正によって、えー、抑えることができるということになります J さんのご協力で、えー、このカメラを、えー、テストしたときの検証動画なんですけれどもこれかなり軌道差の激しいところで撮影をしたんですが、えーまあ、立体視も非常に自然ですし えー、色味もですね、えー、これまた自然な発色で、えーあ、ライブ配信用のカメラではありますけれども、えー、非常にいい画質がいいというふうな印象を持っています、えー、こちらののカメラは日本技得されています。 次にご紹介するのは、鉄器の 3D180VR というカメラになります。中国の信用にある、主に産業向け、業務向けの VR カメラ、パノラマカメラを開発、製造しているメーカーなんですけれども、上海のライフパルという代理店が、ですねこのカメラなど,などは取り扱っています。 主に中国国内向けのです、ね、アプローチをしているメーカーだと思うんですけれども、これからご紹介するいくつかのカメラは、えー、日本の技的が未所得の場合がありますので、えー、その点、ご注意いただければと思います、えー。主な特徴をこちらに挙げてみました。えー、イメージセンサーはソニーの1.0型で、で 8K30FPS のカメラ内ライブストリーミングが可能です。 また内蔵のストレージですね、内部にストレージが512ギガありまして、なおかつ外部のメディアも対応しているので、ビデオとしての記録も可能です。非常にコンパクトな外観で750グラムと軽量ですので、携帯性もいいと思います。こちらが側面や上面や底面を写した製品写真です。 ちょっと作例の動画、サンプル動画を見てみましょう。サイドバイサイドで消費されてますけれども、VR ヘッドセットで視聴する場合ですね、VR 表示、3D 表示がなされるということになります。えー、こちらは非常に近距離で鳥を撮影した、えー、サンプル映像です。 続いて FXG 社の VR180 カメラということで、こちらの FXG 社のです、ね、CEO、ニック・ミッチェルさんを迎えて、今年の9月、私が主催している VR 未来塾という勉強会で、この時はクローズドな形だったんですけれども、勉強会を実施しまして、FXG 社の近況であるとか、 製品の開発,開発の状況、あるいは製品の解説をですね、CO を自らしていただきました。でこちらのカメラが FMDO というカメラで、これは去年発売されていると思うんですけれども、12K の 30fps と 8K の 60fps が可能な VR180 のカメラと非常に高いスペックのカメラというふうになっています。えー、でもちろんライブ配信が可能です。で価格もですね、えー、それなりのお値段で、えー、1万8000ドルということになっています。えー、サンプル映像はこちらですね。 次の映像はこれ FXG 社の社内の様子を映しているんですけれどもえ中国浙江省の広州市にある会社ですで。先ほども言いましたように 12K の 30fps と 8K の 60fps という高解像度なんですけれどもえイメージセンサーもですねフルサイズを搭載しています。 今年になっていろいろとまた立て続けにリリースされています。これは今年出た FM Dream というカメラで、カメラの筐体のサイズはコンパクトなんですけれども、8K のフレームレートは 50fps になっています。で、価格が1万ドルということなんですけれども、サンプル映像が、ね、入手できていないんですが、こちらは APS-C のイメージセンサーであると。 というさらにですね、新しい製品で DUO プラスというものが登場するようです。このプラスの方はですね、12K の 30fps と 8K も 60fps ではなくてフレームレートが 30fps であるというようなスペックになっています。そして独自に開発した 220mm の 超広角の魚眼レンズが、えー、採用されています。えー、こちらもですね、まあ、海外でいうところのフ,ルフレームですね、日本ではフルサイズと言いますけれども、フルサイズの CMOS のイメージセンサーを使っていて、同交換距離は65ミリということになります。で、サンプルの映像はこちらですね。 で最後にこれはですねこれらのカメラを使ってそのピコと、えー、この FXG 社、えー、コラボレーションをしてライブ配信の VR ライブ配信のデモをしているという映像ですけれども、えー、これ中国のライバーが、えー、VR 上で、えー、ボードゲームをしたり、えー、パフォーマンスをしたりというデモンストレーションの映像にやっています。 続いてハイエンド360度カメラということでこれからご紹介するカメラは日本の技的にはですねやはりまだ所得されていない可能性がありますのでご参,ご参考までのご紹介ということでご理解ください FXG 社のカメラを2つほどまずご紹介したいと思います FMDUO S というものですけれどもこれは今年発売になるということで 12K の 2D の360度のカメラですね、30fps の動画の性能があります。12K の 30fps ですねで。イメージセンサーがフルサイズですね、2つの220度の視野角の超魚眼レンズ、これがバックトゥーバックのレイアウトで配置されているということが、この写真からも分かると思います。 えー、でライブ配信も可能なんですけども、現在はコンピューターが必要なんですが、いずれ単独でも配信が可能になる予定だということです。ちなみに値段の方がですが、ね、2万ドルということになっておりますで。こちらがサンプルの映像ですけれども、低焦度の環境でもです、ね、非常にきれいな仕上がりになっていると。 はい、えー、続きまして、えー、ET3VR360 というカメラをご紹介します、えー、こちらはですねまだあの同社のサイトにも公開されてない情報なんですけれども、えー、このおカメラはですね、えー、ライブ配信の機能はなくて、えー、8K30fps のおログ側のみのおカメラです でこの写真からちょっと分かりにくいかもしれませんが、カメラのユニットが8台全方位に配置されてまして、360度で 3D の撮影が可能になっているということで、スペックが 8K30fps ということになります。で、えー、クラウドベースのです、ね、オ,プティオプティカルフローのステッチうんぬんということが書かれているんですけれども、現状では、えー、オフライン。 PC のソフトウェアによる設置を行うということになっているようです。近距離でのです、ね、撮影が可能になっていまして、デプスマップ、震度情報をです、ね、記録できると、取得できるということで,で、このスライドにバレットタイム云々ということが書かれてますけども、これはですね、6DOF の 動きが可能だということですねでこれは、えー、デモ映像になりますけれども えとこちらはおそらく研究開発段階ではないかなと思うんですが、えー、6DOF の動きをこのデプスマップを使うことによって、360度の静止画動画で実現をするということが目標のカメラではないかなと思います。ちなみにですね、えー、お値段が1万ドルで、えー、受注生産をすると。 ということのようです次にモザイク X ですこのモザイクという会社なんですけども、チェコの会社で360シティーズの創設者ですね、プラットフォーム、360度パノラマのプラットフォームの360シティーズの創設者のジェフリー・マーティンが代表を務める会社なんですね。 このモザイク社では12系以上のですね高解像度のキャプチャーを可能とする360度カメラを開発しています。その中で m o s i c x は昨年2022年10月に発売されておりましてグローバルシャッター搭載の高解像度モバイルマッピングカメラということで、え。ー 12K の高解像で,です、ね、撮影ができるということで価格は5万ユーロになっていますで特徴を見てみますとおまグローバルシャッターを使用した、えー、拡張性の高い写真測量と 3D モデリング、えー、これをです、ね、ストリートビューやデジタルツインなどに利用することができると、えー、高密度の天群作成が可能になっています、えー、IP64、えー、防水防塵耐熱の機能 なってて、いまして、えー、2つの GPU を実装していますので、えー、車載で利用する場合でも、コンピューターや電源やケーブルが不要で、えー、すぐ立ち上げることができると、えー。それからレンズ保護の観点でも、キャップがですねフィルター状になっていると。こちらがモザイク x で撮影したロンドン郊外の映像になります。えー、次はですね、えー このモザイク X で生成してモザイク X で得られたデータから生成したフォトグラメトリーですね。このフォトグラメトリーではライダーは使用していないんですけれどもレーザースキャリアとシンクロさせることで天群の色,天群の色付けがです、ね、容易になるということが言えます。 次に、会議用360度カメラシステムについてお話ししていきましょう。カンダオのミーティングシリーズです。ミーティングシリーズでは、これまでに S や Pro などのモデルも発売されていますけれども、今回登場したのは Ultra というモデルになります。2種類ありまして、右側はスタンダードモデルですけれども、 違いいはディスプレイの有無ととうことになります主な機能はこちらです。2つのレンズによってです、ね、360度の撮影を行うということで、サイズは最大 4K ということになっています。そして2台のタッチディスプレイが備わっているということです。ちょっと分かりやすいので PV をここで見てみたいと思います。 360 AI conference host with dual touch screens. Easily set up and start any face to face hybrid conference meeting. Two ultra wide angle lenses capture real time 360 footage of the conference, ensuring that attendees are captured with clear views from any position. Output streams at 4K 30 FPS HDR video and allows for adjustment to overly bright or dark environments. Guaranteeing that attendees will look their best even in poorly lit or backlit conditions. Featuring a built in noise reduction algorithm, the system creates vivid and clear hybrid meeting experiences like never seen before. Two IPS 15.6 inch touchscreen displays provide excellent color performance, a wider viewing angle, and visually stunning screen clarity. Displaying the meeting right in front while facing the camera. 今ご覧いただきました通り、ミ、えーティングウルトラは、えー、AndroidOS が内蔵されていますし、えー、特にスタンダードでない方のモデルは、えー、15.6型の大型のタッチディスプレイが、えー、2つ備わっています。えー、ですので、 とてもシンプルにリモート会議を始めることができるかと思います。それから、ミーティングウルトラはですね、カメラ本体にディスプレイが備わっていますので、参加者のです、ね、顔の向きがおのずとレンズ向きになるということで、 リモート会議の相手方から見てです、ね、そのスピーカーの正面からの映像を映し出すことができるというところで、その会議の質がです、ね、高まるのではないかなというふうに思います。また、AI アルゴリズムでアクティブなスピーカーをハイライト表示をすると、自動的に検出するということになっています。そして、プレゼンテーション。 デモなどでスピーカーが動いたとしても、この AI のアルゴリズムで自動的に追尾をするということが可能になっています。また、画面をスワイプすることで、このクローズアップの表示、ズーム表示を行うことができます。それから、360度ですね映し出すことができますけれども、映したくない領域ですね、そのエリアを指定することで、 えー、オートフレームを無効化することができるということになっています。また、ね、サイズは 4K ですけれどもお、さらに画質にこだわっていまして、この逆光の場面などに有効な、えー、HDR、そして映像のノイズキャンセルのアルゴリズム。 また、音声もです、ね、8つのマイクで全方位を集音するというところと、h i フ f i のスピーカーを備えています。そして、音声のほうもノイズキャンセルのアルゴリズムが実装されています。また、HDMI で PC の画面を共有したり、逆に大きなディスプレイにです、ね、このウルトラの画面を出力するということも可能です。 以上が、えー、感動ミーティングウルトラのご紹介になります。えー、それでは、えー、本日はご視聴ありがとうございました。